どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、2024年10月の、Gラボウクレレたちの、販売と予約再開のお知らせでございます。で、今回はそのお知らせプラス、Gラボで今度始める新しいサービスの、詳しいご案内もちょっとしていきたいと思います。まず、日付、10月23日のお昼ちょうどより Gラボウクレレたちの、全てのモデル、販売と在庫があるものは即発送、ないものに関してはご予約をいただくという、そういうのことになっております。お昼ですね、つまり明日のお昼です。はい、ぜひ公式ホームページの中にある、いろんなところでちょっと見てください。概要欄にもね、ウクレレのページ貼っとくんでそこでご覧になってください。で、まあ、いつものように全てのラインナップ、ヴィンテージシリーズ、ウクレレ、ガズモデル、わがままウクレレに、ブラックビューティーに、もう覚えきれないぐらいラインナップがあるんですけど、あと、エレキウクレレのね、GJ モデル、GJV モデル、アンプもあります。はい。もうとにかくもう盛りだくさんのウクレレ、ぜひ公式ホームページでバーっとこう見てもらいたいんですけれども、すごくいいウクレレになってます。で、いろんなウクレレが、まあ、ガズレレ YouTube でもいつも使ってるんですけど、音色はそのガズレレ YouTube のね、レッスン動画でも確認していただけるし、このページもあるんですよ。すべてのモデルをガズが試し弾きしているね、動画があってですね、それ再生リストになってますから、ちょっといろんなウクレレの音、どんなウクレレ、どんな音なのかって気になる方、概要欄にこれもね、貼っとくんでね、ガズが試し弾きしたよっていうのはちょっと見てください。はい、そして、新しいサービスという話ですけど、これ結構すごいです。リユークというサービス。リユーク。リユークってどういう意味かというと、RE、これ リサイクルとかね、そういうことです。これ、なんとの、要は、リユークは UKE、UKE って書いて、これウクレレの略なんですよ。略語なんですけれど、要はリサイクルウクレレ。これ、ウクレレのですね、なんと買い取りサービスを始める。買い取りサービスをするってことは、その買い取ったものを売っていく、中古楽器を販売していくという、いずれですね。まあそういうののまず第一歩として、今回ね、ちょっとテストケースとはなりますけど、このリユークというサービスをなんと G ラボでスタートいたします。これすごいことなんです。もうね、実はものすごい時間をかけて準備をしていたいんですけれども、ちょっとこの件に関してはですね、やっぱ大事なことですから、やっぱ G ラボ代表の上田氏にご登場いただきまして、ちょっとね、解説をしていこうということで動画を撮っております。なんでちょっとここから皆さん、その動画を見てください。それではリユークの詳細、ご案内動画ご覧ください。どうも皆さんこんにちは、ガズです。今も言ったようにですね、今回新しく、サービスが、Gラボで始まるということで、その名もリユーク、リユークって言うんですけど、これをですね、一体どんなサービスか。Gラボ代表上田氏にちょっとね、解説をしていただきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。Gラボ代表上田さん、はい、お願いいたします。こんにちは。はい。ですね、まあ、おかげさまで Gラボの方もですね、毎月ちょっと、大盛況いただいておりまして、うんうん、まずはありがとうございますということなんですけども、そうですね、いつも本当に。たびたびですね、まあ、これ、ガズクラブだったかな、何かの、イベントの際に、ちょっとですね、この G ラボの方で、まあ、こんなことができたらいいだろうということで、意見をいただいたことがあるんですよ。うんうんうん、それは何かというと、ウクレレのですね、下取りサービス。はい、下取りサービス、はい。はい。で、確かに下取りってできたら、なんていうんですかね、僕も何本かウクレレ持ってますけども、例えば買い替えの時とかにですね、下取りっていうサービスがあると、うんうん、まあ、非常にそういう意味ではその、決断がしやすいのかなと。うん、そうですよね。あと、限られたスペースしかないとかね、もう限りなくなんかいいと思っても増えちゃったりとかするときに、ね。そうなんですよね。そう、それ結構前からいろいろお問い合わせはあったんですね、実はね。そうなんですよ。で、そういうことをたびたび聞くたびにですね、どうしようどうしようと思いながら、ようやくですね、今回、形にしてきたと。おということで。はい、ということで、まとめると、リユークっていうのは、皆さんがこう使っていたウクレレを、リサイクルというかリユークってそういう意味のリユークなんですよね。そうですそうですそうです。うんうん、はい、でそれで新しい、Gラボのウクレレをまた、手に入れるきっかけになったら嬉しいかなということでございます。で、その具体的な流れをですね、ちょっとじゃあお願いします。ですね、まずリユークに関しては、最終的にはいろんなウクレレの買い取りサービスということを、実施していこうと思ってます。
で、今回ですね、今回のこの発表のタイミングでは何ができるかというと、まずはちょっとこの、我々もですね、今回座ってこの、いわゆる中古のウクレレを扱うってことに関して、しっかりこうちょっとテストをしていきたいという気持ちがありましても、テストマーケティングということで、まずは、いわゆる G ラボのウクレレですね。過去にですね、お買い上げいただいたその G ラボのウクレレに限って、下取りのサービスを開始したいとなるほど。いうふうに思っておりますというところですね。で、その下取りっていうのはどういう方法でやるかとかいろいろ回ると思うんですけど、まず、整理すると、今後はいろいろなウクレレ、他のメーカーとか、もう考えてはいるけど、まずは、G ラボウクレレ、自分たちが一番詳しい G ラボの楽器たちですからね。それで、査定をしなきゃいけないってことになるんですよね。皆さんのウクレレがどのくらいの、ものかっていう。それがやっぱり、こちらもこれから、学びながら、お互いがなんかいい感じになれるようにってことですけど、どんな風に査定ができるんでしょうか？そうですね、専用のこのフォームを設けさせていただいて、インターネット上にページがあって、そこから申し込むみたいな感じですね。で、そこをですね、まず申し込んでいただくと、概算が届きますと。で、その概算を見て、その下取りのこう参考にしていただいて、もし本当にそれでこう、買い取りの方を検討したい、あと下取りの方ですね、検討した結果やりたいということになったら、一応その本見積もりっていうことで、実際にこう物を送っていただいて、我々が直に物を見て査定をしますと。宅急便で、G ラボの方に送っていただくということですね。で、それっていうのは、ただ下取りなだけじゃなくて、買い替えなのか、その現金をくれるのかという話もあると思うんですけど、この辺は、いかがでしょう。ですね、最終的にはその現金でこうもちろん買い取りってこともやっていくんですけど、今回の、テストマーケティングのこの第一弾としては、まずはそういう意味ではその、買い替えに使えるポイントクーで、ポン。お返しするという、そんな感じですね。じゃあ、ちょっと、次のウクレレ、G ラボのウクレレをゲットするときにお得になるクーポンも発行しながら、なんで、買い替え限定ということでいいです。まずはね、最大初の丈夫でタイミす。ングとしては。なんで、1個のケースを想定するに、なんか、例えば、ガスモデルとか、ブラックビューティーとか、いいなと思うけど、私、旅レレと薄レレ持ってて、もうこれ以上、家にあっても、なんかっていう時に、じゃあ、この薄レレを下取り出してもらって、なんか買おうかなみたいな、そんなストーリーがおすすめかなって想定されるということですよね。おっしゃる通りです。いいですね。そんな方ももしかしているかなという、本当に僕らも動いてみないと分かんないんでね、ちょっと今回テストケースということなんですけど、今回のその、2024年の10月後半のウクレレ、再販売予約のタイミングで、これをちょっと、スタートしていこうということで。ね、はいはいはい。で、もうちょっとお話をすると、基本的にはやっぱりこうガズレレっていうか G ラボのですね、お客さんに対するこうサービスということで特化させたいと思ってますんで、ええ、そうですよ通ね。常、これ、いわゆるこう現金によるその買い取りサービスということを実施していく流れもあるんですけども、基本的にはそういう買い替え需要で、こう下取りを、ご依頼されたパターンの方が、基本的にその高くです評よ価をするね。という仕組みをですね、ちょっと実は今、検討してますということです。で、気になるのは、その買い取られたウクレレはどうなるかというと、こっちでもう一回、もうしっかり調整して、なんとおっしこう、ゃる通りでユす。ーズドという形で、また皆さんに、ガズレレ G ラボのポップアップショップとか、いろんなイベントの時にお届けできるという流れですよね。そうですね、ゆくゆくは本当に在庫がこう整ってくれば、そういうその、いわゆる中古のショップ的なものを、いわゆるこうネット上でですね、展開をするとかっていうことも当然検討してきますんで、写真でこう細かく見れたりなんかしてね。そうです、今そうでこう、す。多分中古ですから、やっぱり新品で買うよりはだいぶリーズナブルだから、逆に G ラボウクレレはまだ全然、持ったことないけれども、ちょっと中古で最初に様子見たいとかね、そんな方も結構いいかなっていう感じですね。そうですね。おっしゃる通りです。で、その中でちょっとその、いずれなんですけど、僕が思ってることがあって、僕が日々、ガズレレ YouTube で使ってるウクレレってあるじゃないですか、映像に映ってるね、実際に使ってるやつ、そこもですね、そのウクレレもですね、そこのユーズのとこに入れて、ガズが使っていた、あの動画で使ってたやつなって、ちょっとそういうのも、ちょっといずれやりたいなと思ってるんででもす。それはかなりこうプレミアムな感じになっちゃうと思うんで。もちろん、定価よりはちょっと、わかんないですね。はいはいはい。かなりね、
なってますから、ガそうズレですね、そうですやってね。るやつは、もうすごいプレミアムだと思う。それも、まあ、一個面白いじゃないですか、なんかね。いや、もちろん、もちろん。あ、いずれはそういうのもちょっとサービスとして取り入れていったら面白いかなと。あと、なんか僕もそうですけど、いずれいろいろそういうのが広がっていったら、まあ、他のメーカーのウクレレとかもね、広げていったら、やっぱそういうなんか、のって楽しいですもんね。中古というか、今ね、よくいろいろ買い取りしてくれる、なんかハードオフとかそういうね、店もいろいろあるけれども、なんかそんなのも、そんなワクワクも、いっぱいになってきたらね、うまく回ってきたら、その面白さも、なんか出てくるかなということでございますですね。そうですよね。まあ、一まあ番だっ初めて、に本当に当初、わがまま遅れしかない時代の時に買った方が、あ、そうですよね。最初っはい。てわがままウクレレ、一種類だけでしたからそうね。なんですよ。はい。で、その方がこう、例えばじゃ薄れであるとか、まあ、ガズモデルであるとか、まあ、あといっぱい出てきてるので、そうでまあ、すそういっね。たものを新たに買うのか、まあ、買い替えるのかっていう選択肢ができるのは結構大事なことかなと思っておりますというと確ころかですに。ね。そして逆に、一番初期の頃のモデルを知らない方はね、もう本当に一番最初の、わがままウクレレを見て、こんな感じだったんだっていうのも、だいぶやっぱり雰囲気も違いますもんね、今のものとはね。そうですね。まあ、歴史を感じますよね。おそらそうですく。ね。まあ、ということで、今回ね、かなりこれは、大きい、サービスの始まりかなって感じがしてて、要は、本当中古楽器を、まあ、買い取る、まあね、新しいサービスということで、うまくそれが回ったら、なんかすごくいいですよね。リーズナブルに G ラボのウクレレを体験した人も、それでハッピーになれるし、で、なんか次のウクレレ気になる方も、なんかそういうことで、なんかエコだしね、リユークで、やっぱそうですね。こう、そういうサスティナブルな感じがすごくするから、僕もこれずっとやりたい。で、G ラボでは実はいろいろやってたんですけど、いろいろね、これをやるにもいろんなことにこう登録したりとか、手続きとか、まあ方法とかいろいろ考えなきゃいけないんで、いきなりドーンとやるよりは、まあ今回ちょっとお試しで、そこからスタートということで、まあ整理すると、そういう買い取りサービスを始めて、G ラボウクレレの買い替え、まずは第一段階としてはそういう流れになっていて、公式ホームページ、概要欄にも貼っておきますから、そこでちょっと詳しく、ホームページの中でも案内があると思いますけど、そんなことで、皆さんにちょっと新しいスタート、リユークをですね、ご案内、今しておる最中でございますね。いいですね。これは、上田さんもなんかちょっと、どんなウクレレが、こっち側に来るのかというのを、ちょっと、多分気になっ楽て。しみですよね、ね。正直なところ。どんな使われ方をしているかっていうね、やっぱりその使えばさ、やっぱりちょっといろいろ、まあ変な話ですけど、こう傷がついたりとかするけれども、まあそういうのをちょっと美しいと思ってるっていう節もありますからね、G ラボチームあは。りますね。G ラボのウクレレも、だからもう何十年かがかりにはこう超ヴィンテージになってるかもしれないんで。そういうのあると思います。まず初期ロットとか、シリアル番号が入ってますからね。そうシリなアんでルすよ。番号がね、なんか何番台だとか、100番台だとかさ、そういうのもいいかもしれないです。まあそんな、まあ新しいサービスも本当これからどうなるか分かんないけど、やっぱり常にそこは進化させていくのが G ラボですから、もう本当に新しいサービス、皆さんちょっとね、概要欄に貼ってあるそのページ、リユークのページ、ぜひチェックしていただいて、まあちょっとね、いろんなクーポンも発行されるし、このちょっとね、買い替えだと、結構いい感じでいけると思うんで、また、チェックよろしくお願いしますということで。じお願いゃあ、します。G ラボ代表上田さん、今日はご案内の方ありがとうございました。引き続きまありがたとうございます。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、バイバイ、皆さん。はい、ご覧いただきました。いかがですか？リユーク、今度新しい、買い取りサービスが始まるということですけど、まあ、今の動画の中でも言ってたことが全てなんですけど、まず最初テストケースとしては、G ラボウクレレのみの買い取りになって、しかも、新しいウクレレの買い替えだけというところからスタートなんですけど、いずれはいろんなウクレレを、まあ、買い取って、そして、なんだ、買い替えだけじゃないのも対応していったりとか、あとはいろんな、こう、ユーズド楽器の販売とかもやっていこうということで、まだ始まったばっかりなんでね、とにかくそういうことになっております。リユーク、ぜひご愛顧の方よろしくお願いします。今持ってるウクレレもね、他の誰かで使って、また新しい息が吹き返る可能性もございます。リサイクル、リユース、すごくこのサスティナブルな時代に沿った、ものを大事にする感じがするかなという、まあ大事にしてほしいですよ。ずっと使えるのが G ラボ楽器、G ラボウクレレのね、素晴らしいところですから。で、案外だから、使われてるウクレレって鳴りがいいですからね、育つウクレレっていつ
つもガズが言ってますけど、はい、そのリユークにもご注目ください。というわけで、ちょっと整理しますと、2024年10月23日のお昼ちょうどより、G ラボのウクレレたちすべてのモデルの販売と予約がスタートになります。在庫があるものに関しては即発送、ないものに関してはご予約をいただいて、発送ということになっております。はい、そして、リユーク。こちらの方もね、詳細概要欄にね、さっきも何回も言ってますけど、貼ってあるんで、ちょっとホームページでも確認していただいて、わかんないことがあったら、ちょっとそこでね、質問してください。オンラインで質問のところで、していただくのがいいと思います。はい、そんな感じで皆さん、秋、芸術の秋、やっぱりウクレレ、大事なツールですからですね。で、しかもいつも言ってますけど、このウクレレ、Gラボのウクレレっていうのはもう弾けば弾くほど、育っていく、もう時間かけて自分の色に育てていく、本当素晴らしいオールハンドメイドのね、ウクレレたちになってますんで、ぜひ、よろしくお願いします。そして、Gラボのウクレレたちっていうのは、フレット何フレットにしようかなとか、ピックアップつけないとか、ボディの薄さとかから始まって、もういろいろ選べる設定があるんですよ。で、やっぱり初めてご購入される方は、ね、分かんないことだらけだなということで、ね、まずね、分かんない方はスタッフ、Gラボスタッフに相談してください。公式ホームページの一番下のお問い合わせからお問い合わせいただくのも全然 OK です。で、ガズがですね、以前ね、どんな風に選べばいいかっていう案内する動画を撮ってるんですね。なんでこの後すぐに、Gラボウクレレどんな風に選んだらいいのかっていう動画を貼っ付けときますんで、ご参考までにご覧いただければいいという風に思います。ウクレレで楽しい毎日を送ろう、芸術の秋、音楽スタートするのも最高だし、より深めていくにもすごくいいと思います。はい、というわけで、この後、ウクレレの選び方ご案内動画引っ付けておきます。よろしくお願いします。さようなら。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、それぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですね、ちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初に、この初めてウクレレというウクレレについては、フレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと、販売の時に、Amazon とかでもこれも販売できるようになってるんですけど、チューナー付きのセットみたいなのも Amazon ではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボの、わがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらっているのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプに繋げられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルに繋いでアンプで、PA 音響にまた、通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあ、ほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、10、11、12フレット。12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片や、ちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットはここまであるでしょ。フレットの、これ、見てもらうと、フレットが、わかる？ギリギリまでフレットがあるのと、ね、ほら、全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはね、もっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、16フレットまであります。はい。これ何が違うかというと、まあ、高音の方が弾けるわけですね、こういうふうに。
い、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね、プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけどモデルによってねちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうとそのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね、はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして、私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないわかんないっていう風に思う方、スタッフがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんな、お問い合わせ、プレイスタイルとか相談してスタッフが、皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまあ、知らない、ね、選べるって言っても、どんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に、相談していただければというふうに思います。G オーダーはですね、もう本当、ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがねこの G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さとこのプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さはもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ、この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですねガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねいい音です、よくなります。そして育てていき行くウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどん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 良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に1本ずつね、1本ずつ手が込んでる、もうすごいんですから、ぜひ皆さんねこれチェックしてもらいたいです。